ラナーファイティングエボリューション3。何でも願いを叶える壺にレッドキングのおもちゃをねだる子供たち。その子供たちの前になんとおもちゃではなく本物のレッドキングが現れた。レッドキングを壺に返すのだ。ミッション成功。
暴走族にはねられた少年の恨みがセブンの人形を実体化させた。セブンは街を破壊しながら暴走族を追う。ユリアンが少年を説得している間、妄想セブンを食い止め街を守るのだ。ユリアンの説得で少年の怒りが弱まり、妄想セブンのパワーが弱まった。ミッション成功。